皆さん、今日も暑いですね。日差しやばいよ。暑くて溶けそう。久しぶりの合同体育ですよね。あれ、カナオ、体調悪い？ううん、大丈夫だよ。カナオ、少し元気がないな。こんなに暑いのに大丈夫か？今日あの先生の日じゃん。そうなんですよ。他の先生たちは出張中みたいで。俺あの先生嫌いなんだよね。誰が嫌いだって？なんでもありません。いつも気配ないんだよな。本当に人間か？先生、今日は何をするんですか？まずは走れ。準備運動はしないのでしょうか？走るのが準備運動だ。つべこべ言わず走れ。本当あの先生嫌いなんだけど、他の先生が良かった。今日は暑いし、まめに休憩しないとバテそうだよな。カナオ、大丈夫ですか？ペースが遅いようですが。大丈夫。無理せず見学にすればいいのでは？あの先生、見学とか許さない先生だし、大丈夫。無理をしてはいけませんよ。先生、もう限界です。一回休憩したいです。ダメだ。先生、他の生徒たちもペースが落ちて辛そうです。ダメだ。さすがにこんなに走りっぱなしではみんな倒れてしまいます。ダメなものはダメだ。いいから走れ。走らないと打ち込むぞ。なんであれ？ロケット花火？なんでそんなものを？こら。走れ。走らないと当たるぞ。おわ、なんなのあいつ。本当に先生かよ。いやあ、炭治郎、今ちょっと当たった。いやあ、なんでそんなもの持ってるんですか？花火を大量に仕入れている知り合いがいてな、使い放題なんだ。ほら、いくらでもあるぞ。当たりたくなければ走れ。灼熱の太陽のせいでいつも以上に疲れるというのに花火打ち込むとかありえないだろう。体育終わる頃には干からびちゃうよ。もうダメかな。大丈夫ですか？ちょっと苦しい。だから言ったんですよ、無理は良くないって。保健室に行きましょう。しのぶさん、カナオどうしたんですか？体調が悪いみたいなんです。カナオ立てるか？なんとか歩けそう。炭治郎くん、さすがにこの炎天下で運動を続けるのには無理がありそうです。他の生徒も倒れたら保健室で対応しきれなくなる可能性も出てきます。そうですよね。やっぱり一旦ここで休憩を挟んでみんな水分補給をしましょう。先生に言いに行くの？さっきめっちゃドスが聞いた声でダメだって言ってたよ。絶対無理だよ。そんなこと言ってる場合じゃない。現にカナオが体調不良と訴えているんだ。ダメだと言っているだろう。何回も言わせるな。しつこいぞ。ですが、もう歩くので精一杯なんです。このままだと救急車を呼ぶことになります。何を知ったかぶりをしているんだ。医者でもないお前に何がわかる。誰が見たってわかるだろう。なんだ、もう一回言ってみろ。その炭治郎助けて。カナオだけじゃないです。他の生徒だってあちこちで足が止まっているじゃないですか。だからなんだ、お前らの気合が足りないんだろう。ただそれだけだ。
私のせいにするな。みんな大丈夫、私最後までやるよ。そんなの無理だよ、死んじゃうよ。ほら見ろ、本人の方がよっぽどやる気があるじゃないか。お前らもさっさと戻れ、サボりとみなすぞ。私のことは気にしないで。こほう、お前肝が据わっているな。じゃあお前には皆の倍走ってもらおうじゃないか。もう我慢の限界です。炭治郎大変、忍さんがめちゃめちゃ怒ってるって。炭治郎もめっちゃ怒ってる。先生、言わせていただきます。俺も言いたいことがあります。そんなに大きな帽子をかぶって日陰に椅子を置いて一人優雅に座っているのはなぜでしょうか。先生の特権だからだ。そんなに大きなツバの帽子とか初めて見たんですけど、しかもダッサ。日焼け帽子に決まっているではないか。そんなことも言われないとわからないのか。おばさんでもシミ気にするんだ。何？もういっぺん言ってみろ。は、いや、そのバカになんてしてないですよ。いや、花火打たないで。生徒たちがあちこちで悲鳴を上げているのに日陰で涼むだなんてありえないです。ありえなくて結構。ほら、早く戻れ。じゃあこれは何ですか？一人で水分補給ですか？お前らにはわからないだろうが、健康水だ。1本5000円する。高っ。やば、それ飲むと健康とか？絶対騙されてるじゃん。お前はさっきからなんだ、喧嘩売っているのか？喧嘩売りたくなります。何？私の可愛い妹のカナオが今こんなに苦しんでいるんです。もう見てられません。俺も周りの子を助けたいです。正義感を振りかざすのは結構、しかし私の授業では許さない。また花火を打つんですか？なんだ、打ってほしいのか？そうか、そっちの方がやる気が出るのか。ない、花火がないぞ。私が持ってます。返せ。嫌です、だって使い放題なんですよね。私が使わせていただきますね。やめろ、それは特大ロケット花火。今ここであげたらお前らも吹っ飛ぶぞ。じゃあ許可してください。みんなが走るのをやめさせて水分補給する時間をください。そしてカナンを保健室に連れて行く許可をください。もらえないとなるとこれを打つことになります。ち、いいだろう。言って。しかし5分で戻れ。私はここから動かない。お前らが戻らなければ二度と休憩などやらない。絶対に戻れ。みんな休憩だ。一回校舎の中に入って給水しよう。カナオ大丈夫ですか？うん、ありがとう。忍さん、俺が背負っていきます。炭治郎ごめんね。いいんだ、早く捕まって。ああ、5分経った。やだな、外出たくないよ。出なくて大丈夫ですよ。でも先生が絶対だって言ってたし、次こそ怒るじゃん。大丈夫です。先生いなくなりますから。どういうこと？お前ら、遅いぞ！何をしているんだ！早く出てこい！今すぐだ！ん？何の音だ？なんだこれは！わあ、花火。先生に直撃してる。もしかしてこれ、忍さんが？何のことでしょうか？いやー！こっちにも火が移ったぞ！熱い、熱いぞー！